まっ。あ、これ好きだわ。うまっ。うわっ。え、ちょっと待って、うめぇ。本人この番組はこのスポンサーでしょうな。お疲れ様です。さあ、先生元気にやってもらいましょう。はいはい、マイスクリーム講師のデスノーニーさん、マホンと、そして、生態科専門家、はい、リー先生。という感じでですね、今日も元気に、何をしていくかと申しますとですね、VTuber 勉強会していきたいと思います。ありがとうございます。もうすっかり定番化してまいりましたけれども、はい、もうなんか月1回ぐらいやってるんですけど。そうですね。今日もね、何をやってるかっていうと、リアクション動画なんですけど、コメントを皆さんくださるじゃないですか。でその中で、はい、僕らもその教材を見つけて、拾って、ね、見て、それこそリアクションさせてもらって解説とかして、知識をこう蓄えてるわけなんですよ。はいはいはい、今日もちょっとその一環で、皆さんからすごくこうたくさん紹介に預かるものが一個あって、ちょっとそれを先生と見ていきたいなと思ってますんで、ぜひちょっと見ていきましょう。終わりました。で今日見ていくのがこちらです。僕もこれ、あえて見てないんですけど、ノーダウト。これヒゲダンですね。ヒゲダン。ヒゲダンのカバー。もうこの時点でなんですけど、そう。そしてカバーしているのが、3SKM っていうグループなんですよ。はいはいはい。グループで、この方々も、二次三次の、グループさんなんですけれども、割と最近のグループだと思うんですよ。そう、多分今年始動したぐらいの感じなんですよね。なるほど。おそらく。なんかそのコメント欄とか見るに。はいはい。メンバーさん紹介するとですね、まずこの北見さん。はい。北見雄星さん。なるほど。ですね。北見さん。初見でございます。はい。そして海星さん。海星さん、なんかおしゃれな。そうですね、おしゃれ版メッシュ、メッシュ入ってるおしゃれな人。そして榊ネスさんね。なんかみんなイケメンなんですよ。なんかっていうお三方。なるほどなるほど。がやられてるユニットというかグループというかいう感じなんですよ。はいはいはい。2020年3月デビューだから結構新しいんですよ。できて半年ぐらいのグループで、皆さんがコメントでこのグループやべえから、早く見ろよって。へぇ。まあね、言い方はされてないですけど、どうよって、おすすめしてくださって、はい。指導したてで、そんなに、来てんのって。そうですよ。そんなにワーケーはして沸かしてんのって思っちゃって。これなんか理由があるんだ。理由があるんだろうなって思ったんですよ。気になりますね。そう。ね、で、しかも、まあ、最近で言うとバッカスさんとか、あとロフマーさんとか、最近トライさせていただいたじゃないですか。グループさんではですね、その中には予習済みの方もいらっしゃったわけですけども、今回のこのグループ皆さん初見なんですよ。そうなんですよ。それもあって、はい、そしてヒゲダンでしょ。ヒゲダンですよ。これは確定。まずうまいことが確定している。だしむずいからな。そのむずいのヒゲダンってどうこの障害物を超えたのか。そう、その興味ありありですよ。あり、興味しかないんで、ぜひ皆さん最後まで、我々声の専門家ですからね、声で食ってますんで、一応ワーキャーいろいろ説明できること、解説できることたくさんありますんで、ぜひ最後までご覧くださいという感じで、このチャンネルではですね、こんな感じで、ボイトル関係の話とかリアクション動画とか日々アップロードしておりますので、まだ登録お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。あとこの時点でグッドボタン押してもらえると嬉しいです。では本編いっちゃいましょう。さあ行くぞ。 3SKM ちょっと由来気になりますけどね。ね、なんかね、頭文字。頭文字。そんな感じじゃないの。ねえ。でもそうかもしれない。あ、でもそうかもしれないですね。そう、あ、でも K が被る。K がそれぞれに3つあって、M が2個あって、M と S が2個あってみたいなこと ?SKM が。はい、S、そう、S、3ともあるんじゃないですか。そうそうそう、そう思う、そう思う。え、そういう謎解きな気がする。あ、いやでもね、榊ネスさんに M がないね。あ、ないっすね。じゃあ違うか。そう、僕もそう思ったんですけど。ね。そんな単純じゃなかったです。海星さんもないしな。そうだね。安直でしたね。そうでしたね。皆さん教えてください。あ、いいね。おしゃれ。むずいんですよ。いい曲。はい。ワクワクする。いいっすね。裏もね。おお。おお。おお、独特な、なんか揺れね。なんだこれ、新しい新章見た気がする。いいっすね、声。
うわ、なんか、わ、なんかわかんないですけど、うん、うわ、うわ、なんかいい表現出てきそう、なんかいい表現出てきそう、なんかちょうだいちょうだい、いや、なんかわかんないですけどはいはい、なんかね、うん、俳優みたいな、おお、こういう感じなんか堂々としてる、はい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 、俺が来たよ、なるほどなるほど、そういうキムタクみたいな、いや、本当に、なるほど、あ、キムタクさんの声に似てるとかじゃなくて、うんうんうん、いい意味で主張があるなって、おっぴろげてんなって思いましたね。うん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 、この辺とか。かっけえ。ここいいよね。あ、でなんかいろいろ。って一回そう。って一回揺れ返してないかな。揺れ返してますよね。だし、なんか揺れてるし、この。いい意味で見せつけてくれてる、うん、最後にすっごいテクニック詰まってる、詰まってる、正義もなんかこう、うん、正義も揺れてて、うん、あったもんじゃない、そう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 、ここね、このニュアンス入れたらかっこいいんっていうのを教えてくれたっていう教材、そうなんだみたいな、そうそうそう、あ、へえ、うん、うんに丸つけて、そうそう、うん、裏返す、裏返す、かっこいい、そうそう語尾をしっかり、そう、その結構、まあ、あの、そういうことか、令和かっこいいソングだと思うんですけど、うん、この語尾までしっかり、そして語尾が案外ちょっと抜き気味に対するのもありだっていうのを、そうかそうか、これもまた教えてもらえるやつ、なるほどね、はい、だからこれ歌詞カードの語尾にちょっとまた丸つけときたいやつ、つけてください皆さんねちょっとね、語尾抜き気味、抜き気味っつって、うん、完璧ですよ、前に、そう、意外とね、うん、これがだから北見さんかな、うん、これ、いやこれ勉強になるな、これニュアンスの勉強になりますよね、うん、なる、これ北見さんです、うんうん、オレンジ髪、うんうん、なんか堂々としてて、ちょっとね、オス感っていうか、オレオラ感、そう、そういうこと、そういうこと、そんな感じ、あ、そうか、そう、そういうことか、自信に溢れてて、あ、それだ、テストステロン感があって、あ、あるあるんだよ、そうそうそう、そうそうそう、それをちょっと思って、あ、なるほど、キムタクみたいな、なるほど、言いました、でもね、甘さもあるんですよね、甘さは前に、あ、そうだった似てる、今の今のいいっすね、おお、おい、おお、おお、うま、あ、これ好きだわ、うま、あ、これうまいね、うま、いいね、逃がすとこ逃がす、しかも上から裏返したっていう、これ難しいですよね、下から裏返すのってまあそれはね、そうですね、裏返す、文字通り裏返すんですけど、上にいるのに一回裏返してね、しかもバリッと響きも持ってって、うまかった、うん、この人は伸びやかですね、そう、上に、どうしよう、すごっ、そうそうそう、しっかり響かせてるんですよ、ね、そうね、うん、そう、この上の響きを翻してる、はいはい、さあ、いいとわがまま、ごまがまま、これね、ベタつきなんですよね、これね、しっかりと、まあの支えを持って、そう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 、ぶれてないんですよ、そう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 、ぶれてないんだよな、ぶれてないからすぐ戻れるんですよね、これはこれ、しかも、全体の母音に対して「お」が入ってるんですよ、うんうんうん、これね、よく聞くといいんですけど、うん、そう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 、さえとわがまま、そうそうそう、ね、ちょっとこう「お」が1割ぐらいいるんだよな、それは本当にそうでで、これはこのね、歌詞をやっぱりちゃんと分かってて、うん、なそうで、ここから崩さないんですよ、そうね、そうね、ベタついてる、そうそう、ベタつきね、うんうん、そう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 、これなこれみんなカラオケでやったら、ね、気持ちいいっすよこれ、気持ちいいんだぞこれ、ここでベタつく、そうそう、ベタつきね、そう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 、そういせーってね、僕それ張り付きって呼んでます、 あれベタつきと張り付き、そう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 生徒さんにはよくされた、なるほど、それがそう、張り付ける感じ、そう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 、張り付けの系のやつね、そう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 、あーちぇーちぇー、おおー、いや、これいや、やっぱ、おしゃれっすよ、うん、おしゃれ、おしゃれ番長、おしゃれ番長来たこれいや、いや、いや、なんかおしゃれ、次、おぉ、ほら、なんか、なんか、あの、フラット、うん、なんか別に構わないみたいな、あのね、サイコパス感ある、この、なんていうかな、言葉を
はっきり言ってて、そう、その感じがちょっとこの曲のこの雰囲気で投げやり風に聞こえて、分かる分かる分かる、感情がめちゃくちゃ乗ってる。いや、そう、いや、こういう風に歌わない方が楽なんですよ。いい異物感がある。でめちゃくちゃ難しいんですよ、この歌い方。あー、確かにな、乗っちゃうから。はい、あえて崩しっていうか、そうですね、これだから多分リズム感がめっちゃないとできない芸当ですよ。なんか裏拍ぐらいが取れないと、そうあえて崩せないというか、そう乗っちゃうから崩せないんですよ。そうだから、これ難しいよね、誰にも分からん、こんな。いや、これむずいよ、誰にも分からん。要はなんかある種、うん、クリックだけ聞いてるみたいな感じですね。あ、そうそう、オケを聞いて、オケ聞かないと思うんですか、うん、なんだけど、なんかもっとリズムを多分大きく取ってんでしょうね。そう、うん、そんな感じ。いやー、すごいね、うん、こう俯瞰して見てるっていうか、うん、いや、かっこいいね、感じよな、かっこいい。海星さん、海星さん、海星さん、やっぱおしゃれやろ。おしゃれなんですよ、崩してないようで崩してますね。だから結構いろんどんな服でも古着着こなしちゃう、うん、あ、そうですよ。え、その服着れるみたいな、980円なんですかみたいな。え、みたいな。それね、そう、え、あんま980円だみたいな。そうなんです、すごいよ、ね。あ、幸せじゃないですか、みんなめちゃくちゃうまいんだ。うまい。うわ、うまー。あ、今のも分かったですね、本人っぽいだし、うん、これはなんか余裕があるからできる芸当なんで、 そこが絶対的に限界じゃないんですよ。そうですよ、余裕がありますよね、全然余裕。だって裏返してもこうやってるもん、こうやってましたね、カーボーイのように。うまっ、ほんとうまっ、うわ、こうやってる、もう分回してる、ね。え、これピッチどこ？ C ぐらいじゃないですか。そっか。C5 ぐらいかな。C5 ぐらいだよ。B4 だな。B4 か。B4 か。これそれでキュッてきて、キュッて上に繰り返してるんだよね。そうですね。あー、すごいね。めちゃめちゃすごい。次もまたすごいっすよ。ね、北見さん来る。はい、おー、あが分厚かった今。これオスかな、オスだ。いや、もうやっぱ最初の印象の通りなんですね。オスなんだな。ね、あのテスト感やばいもん。原稿ができたね。できた。がっつり前に来てんすよ。そう。うん、もう俺だっつって、うん、やっぱそうなんですよ。みんな違うんだな。違う。うん、で海星さんちょっと俯瞰して、そうですね。ちょっとクールに。洒落てんだよ。洒落てる。バーにいる。マジで。おしゃれなんですよ、ね。おしゃれ。目黒のバーにいる。聞かせて。ほら、あー、今のいいね、すごい、くぼすがよすぎる、うわーってね、そうね、ひょうひょうとしてる一人だけなのか。あー、なるほど、それだけでかっこいいね。うん、もうすごい、あの主人公ではないですけど、うん、その、まあ、アニメで言うと、うんうん、主人公じゃないけどめっちゃ人気っすよ、これ。あれですね、人気投票1位、本当にそうだよな。狙ってんだよ。そう、ずるいずるいよ、ね、一番ずるいよ、すごい、ずるい男ですよ、海星さん。これでもさ、3人ともあれですよね、あのヒゲダンのさ、そう、ね、藤原さんのリスペクトできるって、そうそう、やばないっすよ、やばい、ね、そこのリスペクトができるのがやばい。だってアップアップでしょ。そうですね、そんな余裕ないっすよ、うん、それでさらに個性そう出してきてるから、すごいね、めちゃめちゃすげえよ。ただ歌えるだけじゃないんだよ。そうです、でも勉強になるね。なります、うん、次は楽しみ。はい、の終わりに吐き散らして暴走してるあなたたち、使ってカレーに浴びるワーク、うわ、ちょっとうめえ、本人そうなんですよ、聞いたんかと思う、このこれは、このなんかその、うん、ちょいハスキーなニュアンスが入ってんのよ、ここはびっくりした、マジでリスペクトしてます。やばいっすね。この、いや、いろんな個性今まで出してきた。わかるわかる。この、ここパートは、ガチで寄せに行ってるっていうか、そんな感じするよね。しますし、うん、しますし、その、いいなって思うのは、うん、藤原さんの声帯って、うん、なんかその、もう、あの人の声じゃないですか。うん、あの人の声帯って気がするんですね。うん、だから、もう、あの人の声は、あの人にしか出せないんですけど、うんうん、これは、榊さんね、うん、榊さんの声帯でできる、マックスの藤原さんの気がするんですよ。なるほどね。それがすげえ好きっすね。す
ごい、ね、最大限やってるっていうか、出だしからね、めちゃくちゃいいニュアンスもだし、すごい、あと途中で一番危うかったところがすごかったな。このわ、そう、これやばい、これやばいね、わあ、これふわふわ、これだから、だけどしっかり胸感があって支えてるから、そう、そのなんていうのかな、こうファルっぽくないんですよ、ね、そう、うんうんうん、めちゃめちゃまっすぐ来てくれる、うんうん、しっかりこっちが効いてるよね、そう、いいよな、すごいこれ、これさ、はい、一番最初のストップみたいなところなかった、ありましたよ、これどうなってるの、これシャ、なんかシャサヘンシャウトしてますね、ストップって言ってますね、ねなんかね、シャウトしてるよね、誰かが、え、シャウトだよねこれね、シャウトしてる人もいます、なんかシャウトと普通の声2つぐらい、なんか混ざってる、うん、誰がしてるんですか、ね、これも面白いですね、誰か混じってるかもしれない、こういうこともね、こう混ざってるかもしれないです、うん、シャウトできる人間が、うんうん、いや、すごい、このニュアンス、あなたたちとかね、おお、え、すごい、おお、え、これ優しい、ちょっと優しい、うまー、そうですね、え、この感じもできるんだ、オラつきがなんか2割ぐらい減りましたね、そう、ちょっとなんかこうマイルドというか、ちょっとマイルド、うん、だから2番に入って、うん、ちょっと歌い方がそれぞれ変わったから、そうなんですよ、新しい、え、で、海底さんもなんかおしゃれ番長も、うん、どうなる、おー俺は関係ねえ、ね、やっぱね、番長こそ、番長はもう時代関係ないっすから、関係ないっす、流行りとか気にしないから、我が道で我がスタイルでいきます、これいいっすね、これこれはもう、いや僕たちこういうのに弱いっすから ね、 ね、そう持ってかれてねこういうの好きなんだよな、うわー、なるほどね、皆さんこれ好きですよ ね、 ね、絶対 ね、 これね、やっぱり個性の配置がもう最強、そうそうそう、だってこれこのパートに最後に海星さんが来るんですもん、そうそう、もう風神と雷神と、 そ、 その真ん中に、真ん中の一番強い太陽神みたいなやつそうそうそ う、 そう、なんか来るもん、いや創造神みたいなやつ来るもん、これいいグループですね、これ組んじゃいましたよ、これね、いいグループをね、揃ってる、いいですね、うまい、おしゃれ、おおおお、綺麗、あ、出た、お手本、うん、水戸黄門のね、印籠です、実力の勝利、うまいよっつってみんなそう、図がもう上げられる、そうですね、上がんないよこれ、これはもう素晴らしいよこれ、図が高かったやつね、いやもうひれ伏しております、すいませんでした、おうわーすごかった今のも、えこれ番長でしょ、今のこれ番長、今の絶対番長、いやこれもう分かるもん、うん、うわーバス、おお、本人なんだよなめっちゃ近い随所に本人感、本人やば、あ、これ番長との掛け合いだ、番長と掛け合いが多いんですよね、またね、このコントラストじゃないけども、ここマジ本人よ、この図、ね、この図が本人からの、あーいい、おおこれいいですね、いやもうまさにノーダウトっすね、もう疑いようもない、あこれ売れるわ、うわー、いやこれやばいな、これ分かったんすけど、うん、3人で歌うじゃないですかここ、うん、番長の支えがやばいっすよ番長の支えに聞いてますよこれは、これね、うん、そう、北見さんと佐々木さんが、うん、相当例えば本人に寄せたり、はいはいはい、自分の色、うんうん、いい意味でのオラつきを出したりとか、うんうんうん、色を出してきてるじゃないですか、そこにもう一人色が入ったらちょっとごちゃっとしちゃうと思うんですけど、うん、なるほど、この番長は番長というこの、なるほど、そこから動かないから絶対に、時代に左右されなすぎて、もう、はいはい、そこはしっかり守られてるから、なるほど、あるな、全然大丈夫、
なんか僕の印象で言ったら、うん、その風神と雷神ちょっと離れてんだけど、その番長というその磁石が、そうなの、くっつく。いや、マジでそうなんですよ。ね、そう、マジでそう。強力すぎる。そうそうそう。重力が。マジでそうなんですよ。うん、で、まとまってんですよ、ね。そう。うん。僕にはね、カナに見えたんですよ。そのこう土が、うんうん、番長という。土があって、そこからこう、満開に咲く他の二人みたいな。はいはいはい。ここがもうすっごいどっしりしてるから、うん、こう三人やってても暴れ狂ってないっていうか、サビがしっかりこう、それはなんでだと思ってたら、これ絶対番長なんだ、うん。番長ね。番長。支えてましたね。海星さんなんですけどね。うん。そう、ね、そうそう。海星さん、ね。そうそうそう。番長ではないんだけど。はい。まあ、ほら。これこれ このリスペクトよ。余裕感、この余裕ね、余裕、これだからもう空間的余裕と生態的余裕と全部の余裕なんですね、うん、そうですね、うん、飛び跳ねてますよね、これね、躍動感あるもんな、こん、うん、それこそ本当、うん、空間が狭くなっちゃってるとこんなに躍動感出ないっていうか、その音を出すのに精一杯になるからですね、無理なんですけどね、あとはまあ抵抗のなさですよね、ない、うん、もうツル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 いかなきゃいけない、このグループすげえな、これすっごい、すごいな、いや、すげえよ、すごい、ね、すごいもん見てる、この裏のフェイクとかもめっちゃ本人っすよね、とんでもないグループが出てきましたね、これ出てきましたね、はい、これどうやって選出されたんですか、皆さん教えてほしいこのメンバーが、え、気になりません？やっぱりね、なんかこうあるんでしょう、いや、これ誰が欠けても、うん、誰が増えても、うん、ダメなのかもしれない、うん、この編成でしか得られない栄養があるかもしれない、とんでもない勝ち抜き戦があったんじゃないね、トーナメント、なんか展開中武道会で、確かになんか、ね、でも海星さんは特殊すぎてもうずっと勝ってきたみたいな、でも海星さん主催かもしれない、もしかしたら立場が違うかもしれないポジションが違うかもしれない、ね、そうだからこれすごいですよね、バランスが絶妙ですよね、これちょっと面食らいましたね、面食らった、うん、なんか誰のステータスも喧嘩してない感じ、うん、すごいですよ、いやてかなんかこうね、藤原さんのリスペクトがある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 んだって、ね、あるあるあるね、すごいね、できるんだって、はいはい、素晴らしかった、藤原さんの声は本当に難しいんですよ、うんうん、本当に再現しようと思ってできる人なんて本当に一握りしかいないと思うんですけど、なんかね、うん、このね、ボイトレの賜物とも違うんですよね、そうね、なんかボイトレをやればやるほどちょっと遠くなっていくことがあって、そうね、あのね、集約するんですよね、はい、だから多分この3人とも、ね、やっぱりそのいい意味での独学を積んでるのもあると、まあ、ボイトレも経てるまあ、と思うんですけど、ここまで分かった個性が潰れてないです、とはいえ自分の個性を絶対に潰さない、なんか自信というか、そう、信念みたいな感じ、わかるわかる、信念がある、うん、全員、うん、それめっちゃ思いましたね、うん、全員自分が強いっすね、うんうんうん、強さがそのそれぞれこだわるところが違ってめちゃめちゃいいなって思いました、ね、よかったですね、素晴らしい、本当にこれすごいよかったです、すごかったですね、 3SK もこれ目離せませんね、これ離せない、また離せないグループできちゃったこれ、はい、皆さん教えていただいて本当にいつもありがとうございます。今回もですね、はい、皆さんから教えていただいた、あの、3SKM という素晴らしいグループ、うん、皆さんのおかげで、うん、あの、リアクション、取らせていただくことができましたと。あの、いろいろ一応解説も、あの、必死に、良すぎて、いろいろ面食らいながらでしたけど、いろいろ解説もさせていただきましたので、あの、参考になったりという部分がもしありましたら、グッドボタンと、あとチャンネル登録がまだお済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。あとですね、あの、さっきも、あの、申し上げましたがですね、皆さんのコメントで成り立ってる部分も大変多いので、はい、あの、これに関する、例えばこのグループさんに関する、あの、豆知識とか、このカバーに関するなんか、エピソードとか、あとリクエストとかですね、あの、ございましたら、あの、コメント欄にぜひどしどし、あの、いただけると嬉しいです。あの、いつも全部見ておりますので、いつもありがとうございます。はい、いう感じですね、生態の専門家李先生、それから、ボイスメーター、マホンがお送りいたしました。ありがとうございました。バイバイ。